G リンクですよね。はい。なんだろう、まず、でここにこうつけるんですけど、付属というかですね、これに一緒についてたやつだとちょっとね短いね、短い、うん、でちょっとじゃなかったんでね、こういうのがあるんですけど、これをまあこれどこにですかね、こう入れるんですかね、ね、まあ、まあいずれにしてもいいんですけど、こうまあこれと全然足らないんでね、こうね、はい、こうね、いいように見えるんですけど、あのちょっとねやっぱ厳しいんですよ、ぶつかっちゃうんですからね。でこれちょっと短い、じゃあこれよりも若干大きい長い15ミリがいいなと思って立てるんですけど、それはほんとギリギリだから20ミリ、はい、用意しました。色も黒でね、太さもここで大体一緒ですね、こっちのは少し太いぐらい。そうするとついてるこのね、一緒にこれでって言われたやつだと短いんですよ。でこれを直接ここに入れたとしてね、でこうやるでしょ、もうこれコンタクトじゃない、だからこれでつけようとするとほとんどかからないから、まあダメですよね、ダメ、やめた方がいいですよ、これはね。だから、買いました、はい、ステンレスのキャップを、キャップをですね、70ミリってやつですね、これをここにこう入れて、でこう入れるね、そうすると余裕があって、でここにこうつければいい、どう、あ、いいじゃないですか、どうだろう、ちょっとね、で結構ねバチッと締めないとね、うん、動いちゃうと思うんで、あ、クリアランスいいんじゃないですか、あ、これぐらいないとね、雰囲気的にこう、どうですか、ここがね、で多少こうこっちにこう動かすでしょ、左右に、まああんまり右の方は向けないと思うんですけど、まあ、左の方には向けると思いますが、うーん、あとこう上下はね、上下はこれでやるしかないんですよね、であんまり上向けられないからちょっと下向きにね、こうグイッと締めて、でこんな感じでね、はい、うん、そうしますと、あと配線なんですよね、配線をこうでここにこうね、これで止めるね、こんな感じで、で上この辺をずっと這わせてね、這わせて、そうですし、ストロークするからその分少し余裕を持たせたいね、いわゆるこのこれをこっちが ABS センサーですよね、これね、そうだ、スピードセンサーじゃない、 ABS センサーね、 ABS センサースピードセンサーも兼ねてますかね、ちょっと分かんないですけど、ここに一緒にともじめでね、うん、あのタイラップに止めて上にね、でここで外すときはここからパチッと外して、まあ、タイラップはもう毎回切って新しいので止める感じになりますけどね、はい、これでなかなかよろしいんじゃないでしょうか、うん、いいね、やっぱ、うん、よかったよかった。でもう一個ね、これ2個入りなんで結構したな結構しましたけど、でもまあ、 あのやっぱりねちゃんとしてた方がいいと思ったんでね、やっつけてできることはない、なんかちょっとうちにあるなんか中、なんか汚らしい中古のやつをちょっと適当にこう合わせてつけちゃうとか、まあ、できないことはないけど、やっぱりねそれじゃあれですから、あまりにもね、うん、だからちょっとこういう感じでねやらせていただきます。で反対側は今とりあえずまだくっついてるんじゃないですか、くっついてるんですけど、これ前回ですね、そのやったちょっと短いやつね、はい、で試しでつけたんですよ、うん、仮止めギリギリでちょっと、うん、いまいちなんで、でこれはやめると、このからだったらこれぐらいの15ミリだったらつけたら細かったそれこれも良くないですよね、そうやっぱここも太さがきっちりこうね、ここと同じぐらいの太さだった方がいいですもんね、でこっち側はちょっとぶつかるんですけど、やっぱりここも少し余裕がないと厳しいですね、はい、どうなんだろう、これ右と左で微妙に違うかな、もし違ったら、あ、大丈夫ね、大丈夫、ね、気持ち動くんだよ、で締める最後、ね、はい、でこれも同じようにここで、ねねね、でやっとここで場所が決まるんで、うん、ここ引っ張ると、でこっち側がブレーキホースね、ブレーキホースとちょっとこう一緒にね持っていくという感じじゃないですか、
内側通したいな。こっち側のこう内側通したい。少しちょっとね、まあ、いろいろありますけどね。気持ちこだわりを見せた方がいいでしょ。ね、それ同じです。はい。よっ、ね、はい。よし、そしたら、これでつながったんだよね。電装は全部つながったから、フォグライトつくんじゃないですか。つかないかな。ちょっとオンにしてみますね。スイッチ。サイドスタンド出していきますね。で、どうしたら燃料ボンボ回らないかね。オンになりました。はい。これつくかな。あ、つけましたね。はい。フォグライトね。はい。ついた。ね。はい。結構上照らしてんじゃない？そうでもない？あんま上照らすとね、怒られちゃう。あ、ここでも調整できるんだ。ここだけじゃなくてね、ここで今止めてるけど、ここはだからぐぐちょっと強めに締めて、で最終的にここのところで少し調整してあげればいいかな。ここで高さ調整するとやっぱり変ですよね。よし、はい。でかといってのはこれ、ね、例えばまあいいか、はい、こんな感じで、うん、なかなか OK ですよね。あと配線をちゃんと止めて、でこう中にしきれいにしまったら蓋して、でヘッドライトの方は何でしたっけね、なんかメールいただいたんですよね。あのファンが回るから蓋がしちゃってあると抜けが悪くなっちゃうね、ほら熱もこもっちゃうんじゃないかっていうことで、穴を開けてくれっていうねお話で、あのカバーをもういっそのこと取っちゃってよければ、切っちゃってね、あれポッと外しちゃえばいいんでいいんですけど、どうするのがいいですかね。穴開けるったってな、どれぐらいの穴開けたらいいかとか難しいですよね。まあちょっとそれはね、はい、なので、うん、あとこれをやればもう、ね、車台側のあれは基本的にはあとガソリンまだ入れてない、実は入れてないですよね。ガソリン入れてないんですよ。ガソリンね、ちょっとねいろいろありました。まだ入れてない。ガソリンを入れて、いやね、で外したブレーキレバーでしょ。あとヘッドライトバルブ、あとウインカーバルブ、ウインカーのバルブとテールライトバルブじゃないや、あテールライトバルブだ。あとナンバーと、要は全部 LED ね、してますね。はい、そのあたりを、ね、戻して、はい、っていう感じですね。はい、うん、だいたい、うん、だいたいもう見えてきましたね。見えてきました。はい、だから。明日中にはできそうですね。はい。明日中にはなんか完成しそうな気がいたします。はい。ね。どちらか。でまあ、これね。けど、まあ。どちらかというと手間の部分ですよね、やっぱりね。で、まあ、手間というのは、あれなんですけど、この細いのでいくかな。あ、ここにもあった。で、これをね、止めるんですけど、どうやっていくのがいいかな。これブレーキキャリパー外してこれ外さないとできない。外せないからね、うん。そんな感じになってしまいました。はい。で、これを、まあ、ここでこう止めるか。まあ、こういうのも、止め方もね、どう止めるかによって。基本的にあの、これは、あれですね、整備士の仕事ではないね、どっちかっていうとね、そういう仕事がなんか最近多いんだと、うん、ね、どちらかというと私は整備士ではないのかもしれないね、うん、そういう気はしますね、はい、うん、なんとなくねこういう配線やるとかね、そういうのは、うん、整備士の仕事ってどんなのかな。これちゃんとあの全部リレーでねやってますから、はい、これによって不具合は起きないと思うんですけど、うん、変なとこから電源取るとそう車両側がちょっとね、うん、異常だとこう感知して、ちょっと待てよということになるらしいんですよ。でエンジンちょっとね、
やりづらい。ブレーキホースに全部絡めて、で、そっか、これが、こっちもこうやって止めようかな。こういう感じ。反対側のやつと一緒に止める。うん、接着できるようにしとかないと、ね、困っちゃいますからね、ほらね、こういうのはね。センサーに当てて、これだけまだあるか、もうちょっと、ここ止めた方がいい。で、そしたらこれか。なるほど。この正面のところでちょっとぐるぐるっとまとめるしかない。うん、なんかね、変ですよ。そしてはね、この上でちょっとこのね上でまとめておくと、よし、こんな感じですね。であとはカバーを戻すと、でここのスイッチはスイッチそのまま使って、まあ、オンのままでね、はい、ワンズで流れるようにしてなってますからね。これヒューズ、これでどうでしょう。どうなる、一時はどうなるかと思いましたが、うん、まあいい感じで収まったような気がするのですが、どうでしょうか。
で、できたら、ね、配線が。こっちも少し動くと。大丈夫ですね。はい。よし、そしたら、あとは切る。ニッパーで。あれ？余分なところをね。これ切れないな、怖いな、切るの。やめときますかね。さあ、C、ここら辺もまだ切ってないので切ります。本当どうなんだ。であと1個余ってるね。あとこことね、うん、2箇所余ってる、 DAD とね、まあ、グリップヒーターとかをつけたりとかは、まあ、そういうそこを使えばいいですかね。まだね、閉めてない、閉めない。ということで、とりあえずですね、フォグライトの取り付けをやってみました。あとはちょっと照らしてみてね、角度が、向き、あと向きがね、どうかですよね。まあ、あとは、まあ、オーナーの方がいい感じにね、うん、やっぱこれ向き、ある程度はね、こうしたいっていうのがあると思いますので、合わせていただければなと思うわけです。あとはヘッドライトの光軸がどうかですね、はい、LED にしたことによってね、それをちょっと合わせて、はい、っていうのもやんないとまずいですけど、こう乗用車、車みたいにね、こうドライバーでぐるぐるぐるって回すんですけど、ちょっとね難しいんですよね。その辺でどうかなっていうね感じはしますが、はい、ということで、Gリンクこんな感じで、はい、あと少しでございます。もうしばらくお待ちいただければと思います。